はい、今回のですね、スタート地点はですね、高千穂河原のですね、駐車場前からですね、ここも右に行きます。今ですね、さっきこっちから上がってきたんですけども、今走ってきたでしょう。あっちのね、要するに反対側に行くとですね、あそこ、別なところにですね、行くあれでしたからよ。だからね、同じところをね、この前の動画ですね、の反対側から見る形になります。でも景色はいいと思いますよ。この辺りは俺観光バスが通るような道だなと思いますけど、もうちょっと下に行くとですね、両サイドのこう樹木がですよ、頭上を覆うんですよね。こっちに来るときは本当にこうけって高千穂河原に行く道けっていうような感じだったんですけどね。あれかもしれませんよ。今の高千穂河原のところ、何ですか、天孫降臨、なんとかそういう、霧島があって、あそこに、あれがありますよ。あれがありますよって、もう漢字はどこに出てこんですかね。あんまり、あれですよ。高天原家なんけあれの、シャチホコがあってっていう、霧島ですからね。だからね、この道路をこうずっとこの動画を見てると、霊験新たかななんかがあるかもしれませんよ。すいませんね、何の科学的なあれはないんですけどもね。ここをね、もうちょっとしばらくしていくとですね、そういう道になります。道路になりますよ。いや、夜はとてもじゃないけど、ここを一人で車でですよ。歩けちゃもういや、もうとてもじゃないけど、もうごめんなさいっていうことになるけども、車でもね、やっぱりね、怖い。この辺りは鹿もあれじゃないですかね。猿とか鹿なんかがいるんじゃないですか。そういう動物でなど、ライトが目に入るとこう光るって言いますからね。もうやめてくれと言いたいですよね。つい10分ぐらい前にここを通ってきたんだけども、いや、その開けたところがこんなに長かったっけねって思いながら今走ってるんですよ。ほとんどがこの昼なお、この辺りからだな。この辺りからですね。ああ、ほら、今ほら、左側にこう、あれが、反射する、なんですかね、あれが、ライトじゃないけど、要するにこう、ミラーをほら、反射するじゃないですか。これならいいけど、こういう空中にですよ、光る目玉がギョロギョロってしてたら怖いでしょうね。まあ、猿だと分かってっていうか、まあ、多分猿だろうなとは思うんでしょうけども。だけど、もうあれでしょうよ。背筋がゾーッとこうじゃないでしょうからね。かといってここほんなら、大声、あれで、フルスピードで、走るっていうわけにいかんですもんね。ガードレールもなかしですよ。ああ、やっぱりあれですね。来るんだったらこんな日ですね。せめてこういう日ですよ。前ですね、あそこの高千穂河原に来た時は夕方だったんですけど、それでもやっぱりあれでしたよ。なんかゾクッとするものを感じましたよ。あれですよ、霊感とかそんなんじゃなくてですね、ただビビリゴロ、ビビリバビリブーですよ。
本当ですね。あるですよ。お化けとかそういうのは信じないけど、こういうところはなんかね、霊感はないけど、なんか、なんですかね、なんちゅうんだろうな、DNA の中にこう、刷り込まれてんですかね。要するにこの、自分のこう知らないところにはこう、例えばその、猿とか、さっき言ったその、鹿とかですよ、そういった動物以上のものがなんかこう、住んでるようなっていうのを、やっぱり小さい時に自分では意識しないけど、昔話とか、誰かの話でそういうのをこう刷り込まれてるのかもしれませんね。今はしませんよ。今はしないけど、そういうのは鈍いみたいですよ、私は。高天原なんですかね、高塩原のあれにあるところはちょっと違う、すいませんね、一番漢字のところでこう間違えた情報を言うかもしれないけれども、要するにそういう昔の霧島神宮があったとこ、いや、本家はそこの霧島神宮じゃなくて、あそこはどこ家、北、ん?あそこの宮崎県側のあれ、あそこが、なんっけ、霧島の頂上はあっちの神社の、管轄っていうか、そういうふうになるんじゃないですかね。前そういうことを聞いたことありますけども、だからそういう霊験新たかなとこ行っても、感じないんですよね、私はね。鈍いんでしょうね。だからこういう、何ですかね、大した知識もないのに、何ですかね、神社話、あ、さっきはね、ここに、あ、見えないな、ここだよな、さっき道を間違えたかと思ったんだけど、正確、間違えてはいなかったんだけども、ちょっと待ってくださいね。今ね、他のことを考えてます。思い出そうとしてるんですけど。漢字の時に出てこないな。まあいいですがね、まあその話はね、今度話をします。こうでしょう、わかるでしょう、大体。今ちょこっとこのモニターを見たけど、また綺麗に映ってる。あのですね、肉眼よりもですね、綺麗に映ってる。ほんで、明るく映ってるから、ここが暗くなったら怖いだろうなっていう、あれは、この動画からは、伺われないかもしれない。やっぱりね、昼なお薄暗きですね。ほら、ライトつけてるでしょう。これは多分、ライトが自動的につくんじゃないですかね、今の車は。でもですよ、考えたんだけど、さっき、見て、このスタート地になった、高千穂河原のあの駐車場、あそこからがいわゆる霧島登山の出発点になってますよね。だけど昔の人はですよ、ここも歩いてきたわけですよね。要するにこの、
馬とかですよ、牛とか、あの辺が、を、に乗ってこない限りはですよ、すごいですよね。いやいや、もう私はここを100メーター上がれって、下から上がれって言っても、もう、いや、もう無理ですっていうか、あそこの霧島の、高潮の海でのあそこに行けば、まあいや、どうと、お前の願いは、かのどうと、一つは叶うよって、ここですよね。言われても、いや、もう私はいいですっていう。はい、やっと、うぜけに出てきたっていう感じですね。ここ右行きますからね。ちょっと待ってくださいね。もうちょっと前で止まりますからね。あ、今日はね、土曜日です。いや、日曜日ですからね。やっぱ車が、そんなにほら、そんなにわーっていうほどじゃないけども、結構、タラタラ、タラタラときますよ。はい、行きます。今ね、この停車してる間にね、友達のね、なんかね、声が聞こえたような感じです。お前はよ、感じなとこになるとよ、なんかよって、なんちゅうかね、うまく喋れんないねっていうことで、実際そうみたいですよ。というのがほら、今みたいな内容ですよ。今みたいな内容とかですね、その前の内容とかあるんですけど、要するに自分がここをね、左行きます、ここ右がね、霧島神宮、ここも今度はね、ここはですね、右の方はですね、新しいカメラが来た時に行きますから、で、これからですね、国分川に戻ります。ここですね、どういうことか、さっきのほら、お前が肝心だっていうのは、私があんまり痛くないとこなんですよ。っていうのは、こんなにすると、こう、なんか、頭の中に新しい回路ができるかもっていう、メモ、コメントを返すときに、そういうのを返したり、それから、時々この動画の中でも言ったりするんだけど、惹かれる、こう、ドン引きですよ。ドン引きされんでも、これは受け入れられないっていう人がですね、結構いると思うんですよ。なんだけど、まあ、友達にかぶせるんですけどもね、やっぱりそこを言え。そういがね、このお前が、私がですよ、おまかせテレビをした、アイアと最大の理由やとって、だけど、おいやそういうのはないがね、言っても、いやいや、じゃったち。お前やないよって言うんですけど、じゃあ。だけどね、やっぱ言うわけ。で、実際ですね、そういう、やり方をするとですね、なんか本当ね、ビンタの中にね、新しい思考回路がね、できたような気がするんですよ。ですから、最初のうちは、このおまかせテレビのこの、あ、サイドカーだ。なんですかね、クルーズ船が、外国からの観光客を乗せたクルーズ船、一隻で、数千人の観光客を運ぶんですけど、それが戻ってくるまでの間にっていうふうにして始めたドライブ動画なんですけど、もうそれをしたおかげでどんどん頭の中にですね、新しい回路ができてきて、
もうそう呼ぶしかないですもんね。思考回路、今まで考えなかったような思考回路、そして新しい、ものを見る力、窓と言えばいいですかね。今まではこの方向の窓を開けたことはなかったけど、コメントをリスナーの方からのコメントの、ちょっと蝶々が、コメントのおかげで、新しいなんか部屋ができたりですね、それから、新しいノコギリができたりですよ、新しいナイフができたりですね、新しい食べ物を知ったりとかですね、もうそれをですね、まあ、思考回路っていうふうに一言でまとめればですね、でそれは自分の考えをこう変えただけの話なんです。今まで人の話は聞かん、自分が思った通りするって思ったけど、人の話を聞くとですよ、聞いたことによって今までの自分が絶対曲げないと思っていたそれが、さらに強力なものになってきて、人の話を聞いた、取り入れたおかげでですよ、そういうのいっぱいありますからね。だからそのためにはね、今のうちに言うって言うんです。今のうちに、お前はねないかすっとって言う、極端に言うとお前絶対ないかすってね、それをね、なってから言うな、なってから言うたら大でもできる。だからならんうちにね、今で言えって言うんですかね。そひこ言われるとですね、ただですね、大したことじゃないみたいですよ。ただ今まで自分ができなかった、何ですか、逆上がりができるようになったと、そういうあれらしいんですけどね。だけどニュアンスからするとね、なんかね、なんか私がね、え、こんな声やってるようなことを 言うんですよ彼はね。だからね、やっぱりね、そう言われるとね、今のうちね、恥ずかしながらこうですがよっていうのを、まあ恥ずかしながらも含めてですよ、言うとかんと、お前がその何か、いわゆる大風呂敷を広げたのが実際にその実現した時いけんすって言われて、実を言うとですね、アンコールですね、講演あったんですけどですね、黙ってましたがよっていうよっか、いやよ、ほんで、ほらもうすぐあれでしょう、後期高齢者でしょう。そしたらね、その後期高齢者っていうところにね、意味があるっていうわけです。だからお前がね30ぐらいだったら、初見保管しても、あそうって、30ぐらいからだったらその意見でなんのよみたいな感じだけど、お前は普通はよって、人間の脳は、40歳ぐらいからもうこう収縮っていうことは、働きが悪くなって、もうあとはもうその自分の、これまでの、記憶知識を食いつぶしていくだけよっていうようなあれなのに、お前75やな思いっきりって、まあその男はもう60ぐらいの頃から言ってましたからね、私にね、こういう言い方じゃないんですよ、とつとつとしたあれでね、言ってましたけどね。ほんでそれね、彼が言ったことがね、今ね蘇るわけですよ、本当にね。だから彼が実際そういうふうに言った言葉だから、自分で聞いたあれだから、言うんですけどね、他の人が同じことを言っても、いやおやもうよかって言ったかもしれない。だからその、まあ、一つはね、自分が思うのは、あれですよ。音痴。もう音痴の話をするとですね、話をするともう、皆さんのテンションがコンコンと下がるかもしれないけど、この音痴もね、これはね、その男が言ったんじゃないですけどもね、まあ言ったようなもんかな。もう20分やれ。
この辺りで本日はお開きしましょうね。はい、ありがとうございました。